こんにちは、助産院バブバブ助産師のうさこです。はい、今日は、はい、テレビ東京の所さんの学校では教えてくれないそこんところって皆さん番組ご存知ですか？はい、その収録でレッド吉田さんってご存知でしょうか？芸人さんなんですけども、なんと5人のお子さんのパパさんです。今日来てくださって、今ねロケをやってます、ここで。はい、で急遽お願いして、ね、レッド吉田さんに、レッドさん YouTube 出て、ほんなら心よくええよって言うてくださって、さあレッド吉田さんと子育て、あの多い子供いっぱいいるパパとママで、ちょっとパパとママのあり方みたいなのを談議したいなというふうに思います。さあコラボ、レッド吉田さん行ってみたいと思います。頑張れんでええで、適当でええで、はい、では早速ですが芸人さんのレッド吉田さんお呼びしましょう。レッドさん、テクテクテク、今何時、ひじ、どうもこんにちは、ワシントンレッド吉田です。どうもよろしくお願いします。久子さんよろしくお願いします、ね、もうあの基本的にはほぼロケは終了はしてるんですよね。そうですね、ね、うん、なのであの人となりというのは久子さん分かりました、うん、大体。はい、いや、マークさんも素敵な方ですね、うん、っていうか夫婦のあり方というのは、こういう夫婦のあり方って素敵やなっていうのはちょっと思いながらロケはしてました。もうありがとうございます、でもレッドさんのところも5人いらっしゃる、すごいですね。いやいや、10人には負けますよ。いやびっくりしますよ。ただでも僕最近思うんですけれども、その子供いて本当にすごいですねとか大変でしたねって言われるんですけれども、うんうん、僕はありがたいなと思いながら、うん、あの子供が5人もできるかみさんがいて、うんうん、で、あのうちの相方なんかは、うん、あのゴルゴ松本って言うんですけど、うん、結婚して子供が産みたくても産めなかったんですよ、うん、授からなかったんですね。そうだから、うん、その方たちからしたら僕らのことものすごい羨ましいなと思われてると思うし、だからなんかね最近はね5人いて本当申し訳ないなっていう気持ちもちょっとあるんですよ。本当にだから最初の頃はものすごい、そのいや5人すごいでしょ、そう5人いるんで大家族でみたいなのをなんかちょっと生きった感じでやってたんですけど、でも子供ができない方からしたらどういうふうに思われてるのかなとか思うと、いやちょっとその方たちには本当申し訳ないなっていう、その気持ちもちょっとあるんですよ。わかります、うん、私もよくいいなポンポンできてって言われますもんね。いや、あの多かったら多かったで子育てのいろいろねやっぱ苦労ってあるし、大変なんやけど、でもその苦労をこうさせていただける環境に、ね、こんだけ授かった、いやもうそういうことなんですよね、はい、ありがたいことやし、もう本当にありがたいことっていうか、こんなちっちゃいことで子育てのことで女はもう嫌やわとか言うとったらあかんな、授かっただけでも幸せ、いやもう本当そうなんですよ。だから一生懸命子育てしようっていうふうにもう今前向きでやってますよ、夫婦で、もう授かった命をどうやってこう、大人に成長させるかっていうことを考えながら、はやってるんですよ、重いですよ、ね、そう、でもそれをまあまあ久子さんとかもそうですけれども明るくやってるじゃないですか、でもやっぱ笑い飛ばしかないですよね。そうなんですよ、嫌なことはね、ほんまに生きるか死ぬか、生きてる、いけるみたいな、ね、もうそれもう究極のポジティブでやった方が子供もなんかね、そうなんですよ、笑ってられるしっていう風なのは、思いましたね、っていうかもう冒頭からすみませんね、本当に。でも5人で、まあ、後悔はないですか？いやだから本当はあと何人か欲しいなと思ったんですけど、そうなんや、すごい、もう本当大家族あるあるで、いっぱいいればいるほど、そのまあまあ苦しいのもいっぱいあるけれども、楽しいのもいっぱいあるじゃないですか。ある。子供たちの笑顔って、もう最高のサプリメントじゃないですか。はい、って、もう頑張れる。頑張れますよね。だからもうその部分を見るとやっぱ子供っていいなと、でどん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 成長していくわけじゃないですか、もう上の子が23で、その次がもう20歳なんですね、もうこの子たちの子育てもほぼ終わってるわけじゃないですか、で一番下の子が小学校5年生で、
もうこの子ももうすぐ終わるんですよ、うん、寂しいなっていうのはありますよ。やっぱちょっとあっという間やもんね。あっという間ですよ、ほんとあっという間です。子育てってほんまね、そう夜泣きじゃなんじゃ言うてる時はもうその今がしんどいんやけど、うん、終わってしまったら幸せな悩みやったってほんまなるもんね。なります。で、いや、あの仕事が忙しいの分かるんですけど、でも目をかけてあげた方が絶対に後悔ないと思います、うんうんうん、で子供たちも目をかけてもらえばもらうほど、なんだろう、その返してくれるというか、うん、そのすくすくと育っていってくれると思うんで、うんうんうん、親の愛情ってものすごく大事だなと思いますね。まあそうですよね、うん、人間ってやっぱ愛情がなかったらやっぱ生きていけない生き物なんやろうね。いやそうすんって考えたら奥さんもそうなんですけどね、うん、レッドさんどうですか、奥さんに対して。奥さんとどんな感じいやうちは今世の中の夫婦がいらっしゃる中で、うん、世界の中で5本の指に入るぐらい仲いいですよ5本の指か、まあ、うち世の中に5万と人がいる中の、まあ、ナンバーワンに仲いいですけどね。いやそうですか負けてられないなそれは。いやでもそれぐらい、まあまあ喧嘩も時にはありますよ。もちろんもちろん夫婦、ね、やっぱそう他人なんでね、うん、やっぱりいいしの疎通と言いますか、うんうん、お互いに気に入らないところがあって、うん、まあそれはもうでも1日ぐらいで解決するかな。ちょっと謝ります。謝ります。ごめんなー言って。今は便利なもんでメールとか LINE があるじゃないですか。そうですね、あ自分が悪いなと思ったらもうちょっと時間空けてからごめんなさいっていうふうな、もうすぐ行きますもん。うん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 、便利やね。そう便利ですね、うん、でまあまあまあ仲良くやらせてもらってますけれども、うん、ただでも僕の周りのそのパパ友とかに聞くと、うん、最近会話してないとかっていう夫婦があったりとか、うんうん、いやいや手もつなげたないよとか、うん、同じ空気吸いたくない、なんで一緒の布団に寝るのとかっていうふうなことは言われますね。あえそんな嫌なみたいな、ちょっと いいね、思ったりとかするんですけど、うん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 、その辺どうなんですかね。夫婦ってそれぞれの形があるから、うん、介入はできないじゃないですか、うん、うちはこうだけれども、うん、そっちはそれで、うん、まあまあそれなり その意思の疎通を図ってたら、うん、まあありなのかなと、うん、で子供たちもそれでいいと思ってるならいいのかなと思うんですけど、うんうんうん、そうね、難しいですよね。でも久子さん仲いいでしょ。仲いいですよ。マークさんと仲いいですよ。めっちゃ仲いいです。めっちゃ仲いいです。めっちゃ仲いい。毎日もう抱き合って寝てますよ。わあ、それはちょっと熱苦しいですよね。めっちゃ鬱陶しいですよ。反対向いてもわーって引き寄せられます でもそうですよね。そういう夫婦もあればもう一切もう別の部屋で寝るという夫婦もありますし、それはそれでこう別の部屋でお互いがそれが心地いいけど、それはそれで夫婦の形やからいいもんね、うんうん、それでね、確かにいいですよね。いいと思うんですけど、うん、ただいろんなね、年数を重ねれば重ねるほど依存はするんですよ、うん、女房に対しての、うんうんうん、女房がいないとやっぱこうできないっていうのはあったりとかするんですけれども、うんうん、逆にね、奥さんを幸せにしてると思ってる旦那がいるとするじゃないですか、うんうん、でも奥さんはそこまで思ってないパターンもあったりとかしないですか。あるあるですよ、それだから最近それがね、ちょっと思い始めてきて、うん、世の中の旦那さんたちはやっぱこう奥さんのために家族のために言うてね、そうやってるつもりなんですよ、うん、なんですけど、まあまあ小さいことで言うと、うん、ということに言えば、じゃあ神さんが外に出てますと、うん、僕今日は家にいますと、うん、じゃあ洗濯物も、洗い物もあるから、うん、これやっといたろ、うん、優しい、でやっといてあげて、うん、で神さん帰ってきました、うん、もう洗濯物も洗い物も全部終わってるんですね、うん、でも、うん、ありがとうって言われないんですよ言うてほしいや。めっちゃ言ってやってくれたの、うん、ありがとうね、うん、って言ってくれるかなと、うんうん、期待してパパすごいなって言ってくれるかなと思ったら、うん、言ってくれないんですよ、うん、だからそこに対してちょっとえって思うんですよ。あそうやね、その旦那ってちょっとやってあげたことに対してかみさんが ありがとうって言ってくれるもんだと思ってるんですけど、うん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 、それを言ってくれなかった時のこのちょっとしたショック、うん、じゃあそれ返していいですか。はい、いや女性はじゃあ24時間子供とずっと向き合ってずっと子育てしてるわけですよ、うん、で旦那さん仕事から帰ってきました、はい、奥さん朝から晩まで旦那さん帰ってくるその時間までもう子供ともう大変な毎日を送ってて、うん、それに対して旦那さん帰ってきて子育てありがとうなって言うてくれへんな、こんなに大変やのになって。そういうことか、
そうです、当たり前に思ってしまってますもんね。そう、朝起きて、ね、昨日夜泣き大変やって寝られへんかってんって言うても、ごめんな俺起きんで一人でやってもらってありがとうな俺の代わりに言うてくれたらいいのにな、なんで私ばっかりやってんやろってなる。お互い様ですよね。だから、いやだからそうなんですよ、僕 そこにもちょっと気がついて、うん、あそうかと、今久子さんもおっしゃってくれたけども、あ奥さんに対してやってもらってることが当たり前に思いすぎてる旦那が多すぎる。そうで、奥さんも旦那さんが外でどんな苦労して仕事してくれてるかっていうのが見えないじゃないですか。家帰ってきた旦那ってもう鼻くそほじってお尻かいてダラーってしてずーっとゲームしてるし、そうなんすか見てへんから、もっと社会で何やってくれてんの、何やんこのダラダラしてジャメやわって、外でどんなに頑張ってくれてかっこいいですか、そこにこうもっと想像力膨らませたのね、奥さんね。なるほどね、いやそうですよね、いや思いました今。そうです、やっぱありがとうってこうお互い夫婦やから長いから空気になるんじゃなくって、やっぱりこう些細なことにお互いがこうポンと言葉でありがとうなって言える関係っていうのがきっとうまいこと言ってるんですよ。それ、それどうやって作ればいいの、そのもう今更ありがとうっていうのも照れくさいご夫婦の方いらっしゃると思うんですよ、まあ、LINE でいいんじゃないですか。だから LINE でありがとう、ってことほんまちょっとハートマークなんかつけたもんならもうそれできっと旦那さんってふんってなるでしょ。なるなる、単純じゃないですか人間なんて。なるほどね、うん、いやでも久子さんだからできるっていうのはあるんですよやっぱ。いや私も苦手ですよ。マークはめっちゃ愛してる愛してるものすごい言うてくるんですよ。言いますよね、めっちゃ言うんですよ。で逆になんか言われすぎてなんかもう入ってけへんっていうか待って言うとくわ軽々しいね愛してるを。なるほどね、たまにポンと言うてくれたらキュンってなるじゃないですか。はいはいはい、出しすぎなるほどね、そうかそうか、まあまあでもそうですよね、もう夫婦も縁があって結ばれたんですから、うんうん、やっぱそれなりの努力はしていかないとダメですよね。そうですね、そうなんですよ。だから、うん、僕なんかもう今年56なんですね、うん、56になってもう50代になってからかな、やっぱりもうゴールが近いじゃないですかゴールって何ですか。死ぬこと僕も最近もそれしか考えてないですよ。ああ就活ですか。もう就活しか考えてないです。就活考えると70なのか80なのか分からないですけども、うん、もしかしたら明日死ぬかも分からないし、うん、 そうね、そう考えたら、うん、やっぱり充実した一日を送らないといけないなと思った時に、うんうん、やっぱり家族の幸せがやっぱり一番大事なんだなっていうふうに思うようになってきて、うん、うん、そうやね、うん、そうすると、うん、一番大事なのって家族 の幸せ、一番大事なのってレッド家だと、うん、神さんの笑顔なんですよやっぱ。そうですよね、そこですよほんま。これ見てくれてる全国のパパたち気づいてほしい。俺仕事してんのに何が文句あんねん、お前がやっとけやっていうね、そういうパパさんたちを聞くんですけど、ね、いや旦那さんがしかめつらしいでもどうでもいいです。もう、うん、奥さんが笑ってれば家族は円満です。そうです、奥さんを笑顔にしてあげてほしいねんな。そう、ただでも奥さんを笑顔にさせるためには旦那さんのしかめつらはダメなんですよ。そう、ただ奥さんも旦那さんが笑顔になるようにやっぱりありがとうなっていうそういう気持ちで帰ってきて忙しいからただいまって言われて、こんなんねなってもね、もうせめてもうお、ね、顔を引きつつもいいからさ、おかえりおかえりってちゃんとおかえり言いましょうよ。ただだから久子さん俺思うんですけど、その形だけじゃなくてそこに感謝の気持ちを持てば、うん、そう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 できると思うんですよ。そうなんです、そうなんです、そうでしょ、感謝の気持ちを、感謝なんですよ。どうやったら持てんやろうね。いやでも本当に久子さんの YouTube とか見てるとやっぱその子供ができる神秘というか、うん、これ奇跡じゃないですか。そうですよ、ね、女性しかこう身ごもれなくて、うん、で生まれてくる奇跡、うん、生まれてきた時の感動ってもうないじゃないですか。今までいなかった、うん、あの赤ちゃんがここにいると、生命の誕生ってすごい奇跡なんですよ。それを僕5回も見てるから、でまずそこに感謝じゃないですか。でそれを守ってくれてる神さんにも感謝だし、まあ極端に言えば今ここで沖縄でこうやって YouTube をさせてもらってることも感謝だし、そうそうそう全部感謝なんですよ。そうなんだろう、本当その感謝の気持ちがあるとちょっとしたことでも奥さんにありがとうなって言えるんでしょうね。そう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 、で旦那さんに対してもありがとうねって言えると思うし、うん、そのお互いに夫婦が言ってるとその背中を見た子供たちもありがとうという言葉を
自然と使うようになるし、そう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 、見てるもんね子供って。めっちゃ子供って本当見てますよね、うん、もうパパとママのやり取りでこうやってこうやって、あ、こうやってやるんや、男と女の付き合い方ってこうやって、あ、パパがこうやってママに罵声浴びせるんや、でママはこうやって悲しい顔するんや、あ、こうやって付き合っていくんやって学ぶよきっと、はい、そういうお家やったら。そうですよ、うん、そうですよ。だから娘さんがすずさん、すず、うん、ちゃんね、すずちゃんがしばくぞって昨日言ったんですよ。あれほぼ久野さん言ってるんですよ。しばくぞって絶対言ってるんです、どっかで。お前しばくぞって。それは絶対に子供がやっぱり。あ、いやだからそういうのも、でもまあまあまあいろんな言動とか仕草とかはあの親をずっと見てるんで、そうだからあの本当に自分の子供を立派な社会人にしたい、人間にしたいなと思ったら、まずは親が見本を見せるべきだと僕は絶対思うんですよ。そうなんですよ。みんなだから子供にほら挨拶しなさい、ありがとうとかってやるでしょ。 それ以前に自分らやねん。そう、久野さん、そう、そう、それ見てるもん子供、別にやらせんでも。僕あの学童のね、うん、野球部のコーチやってるんですけども、うん、子供たちにコーチが来たらちゃんと挨拶して、うん、保護者が来たらちゃんと挨拶してって言ってるんで、僕は言ってるんですけども、でも親同士とかコーチ同士が その気持ちいい挨拶とかって半分ぐらいしかしてないんですよ。っていうことは子供たちはそれ見てるんですよ。そう、まあ、するわけないやん子供がね。ねえ、僕らがちゃんとしっかりと、あ、おはようございます、今日一日グラウンド使わせてもらってありがとうございます、よし頑張るぞって僕らがコーチ陣が言わないと、うん、それを見ている子供たちは言わないです、うん、ただお前らやれよではダメなんですよね。そうなんですよ、子育ての原点ってそういうことですよね、うん、そうって考えたらね、だから子育てってそんな難しいないんですよ。子供に何々をさせるとかってじゃなくて、自分らが人間として正しいその行いをやれば子供らそれ見て勝手に育つんですよ。だから子供よく勝手に育つって言うけど、そういう意味だと私は思ってるんですよね。なるほど、うん、でもそういうことですよね、うん、自分の行いが、まともならば子供もまともになると。そうなんですよ。だからね、もうちっちゃい子供やったらね、うん、あのご飯の時に座って食べへんとか言って、うん、どうやったら座って食べるようになりますかって、いやママ座って食べてるんやろ、立ち歩いて食べながらこうやって歩いてへんやろ、ほんならそんなんしつけんでも子供はそのママがちゃんと座ってご飯食べてるの見てるから、やるようになるから待っときっつって。そう、うん、そうですね。でも子供ってものすごいあの興味があるから、うん、いろんなことするじゃないですか。そうそう、一時そうですよ。でそれに対してあまり怒りすぎんでもね、うん、いいですよ別に、ね、絶対やるようになるもん、ちゃんと危険なことがなければ、うん、多少はこう失敗を受け入れてあげないと、うん、そう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 、ダメですよね。そうなんです。でもね、感情的になる時ないですか。ありますあります。ありますよね。子育てで感情的って絶対ダメなんですよ。そうダメなんですけども、俺なる、絶対なりますよね。ほんでしばくぞって言うてもありますよ。でもその感情的になることをあんま責めない方がいいですよね。そうそう、いいですよね。人間感情あるから人間やねん、もうそうなんですよ。その後謝ったらいいですよ。そうなんです、そうなんです。ごめんごめん、やりすぎたわって、さっきごめんなって言えばいいんですよ。そうそうそう、うん、と思います。子供もその、私いつもね、あの動画で言うんですけどね、うん、親がね完璧でね、うん、こう感情がなくてね、こうツーってこう平坦で、ね、はいはいはい、いつもこう子供の目線でね、そうな、そうな、いいよ、うんって言ってたらね、子供はそういう風にならなあかんって思って、しんどくないですか。感情出したらあかんねやって思うじゃん。確かに確かに。で感情ぶちまけてやりすぎて、あ、やりすぎだったらごめんなさいってちゃんと謝れるっていうのを親がやってたら、またそれを見て子供はそれを真似るでしょ。うん、ほら自然にやっていいんや、でも失敗した時は謝ったらいいんやって学ぶじゃん。そうなんですよ。でもあれなんですよ、大人って厄介ですよね。厄介です、謝れない。知恵があるし、で子供よりも大人って上だと思ってるんですよ、うん、親って自分の方が上だと思ってるんですけど、そんなことないです。もう子供は子供で知識がないだけで、うん、感覚は僕らよりもすごいものを持ってて、我々ってどんどん失っていってるんですよね。そう、もうなんかこう一般論でこうなって、そうこれが正解なんだの枠の中で生きてしまってるから、それダメですよね。ダメですね。でもなんかなくなっていくよね、大人って。なくなります。なんか見えなくなりますね。昔見えた景色が今見えてないんでしょうね、大人って。そうそう、だから当たり前になっちゃって、
だからそれをなくさないように育ててあげたいなって思いながらも、ついついやっぱ社会のルールにのっとって、これダメだよあれダメだよって言ってる間に、そのルールの中では生きられるかもわからんけど、その独創性というか想像力というか、それがどんどんなくなっていって、ちっちゃい人間になってしまうみたいな。そうそうそう、頭はいいんやけど生きていく力なみたいな。そうそうそう、ね、無人島でこう一人になった時も生き抜く力みたいな、そこがもう絶対大事かな。いや、ものすごく大事ですよね、うん、成功させることではなくて、うん、失敗した後に立ち上がれる、うん、その気持ちを育てないとやっぱ子供ってダメだと思うんですよね、うん、そう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 、ね、成功なんかその後絶対ついてくるんで、うん、まあ成功してるわけじゃないんであんまりあれなんですけどでも子育てってあの親の思い通りにいかないけれども、うん、重いんですけど、重いねんけど責任あんねんけど、でもなんかこう難しく考えると、とにかく子供がやりたがることどんどんやってみろと、はい、で失敗するぞするぞすんねん、ほら失敗したやんみたいな。でもそこでさ、どうするって考えさせて一歩引いてこう待ったるっていうのはね、いやそれわかります、難しいね。でもその待ったるっていう時に、その周りの目を意識してついつい子供に注意してしまう親、僕もそうなんですけど、うん、あれね、周りに多少っすよ、迷惑かけていいっす、皆さん。だってさ、気にしない方がいいっす。大人も迷惑かけてきてますやん。みんな通ってきた道なんで。そうそうそう。でも自分の子供があまりにもできなさすぎて周りに迷惑かかってるから恥ずかしいとかっていう気持ちになるんですよ、うん、でもそこは親の我慢っす、うん、ずっと我慢して見といてあげて、そうそう、周りから何か言われるのも受け止めてあげるという、そう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 、親もそこで成長できると思うんで、うんうん、で迷惑かけたらもうありがとうございましたってちゃんとね、そう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 、逆にね、子供を叱るんじゃなくて、うん、周りの方にすいません、じゃあ本当にごめんなさいねって、うん、なんとか次できるようになるからねって言いながらも、うん、子供には、うん、いやいや、ようやった、頑張ったなって、うん、次頑張ろうなっていう風な言葉でいいと思います、うん、それは何してんのみたいな頭をなしに怒ってやると、子供は萎縮して自分の才能にどんどんと蓋をしていくんで、そう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 、ね、もうその限界というものの蓋を取ったまま育て上げた方がいいです。そうすると奇跡の子が絶対生まれると思う。ほんま、た難しいなそれな。いや難しいですよ。本音と建前あるもんね、大人ね。でも僕思うんですけど、子供5人やっぱ作って、やっぱり1人目の時と今の5人目では全然僕の成長度が違います。一人目はやっぱりダメでした。で感情で何気にこう日本の中の父親像みたいなのでなんとなく子供に接してしまってた部分があって、厳格でなきゃいけないとか、こういうところはやっぱ親父として怒らなきゃいけないとかっていうふうなことをやってたんですけど、まあ失敗とまでは言わないですけれども、その長男とか次男に対しては申し訳ない部分はものすごくあります。もう第一子第二子とかほんま実験台ですよ。いや俺もうあのこんな言い方をしたらあれなんですけど、実験台あのそうです、もうなんで初心者なんですもん。そうですよ、親初心者だから、うん、しゃあないよね。しゃあないです。だから一人でも一人も二人の子たちがちゃんとしたこう社会人に今なってくれてるのは間違いながらもちゃんと愛情を一生懸命やってきた結果よ ね、うん、それはね、愛情が伝わったから今があるのかなと思うので、うんうん、愛情ですよね。そうなんですよ、うまくできるできひんって成功不成功じゃなくて、そこがいかに愛情いっぱいにもう無限の愛で必死にやってるかっていうところ。そう、お前のことが好きなんだよですよ。そう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 、その気持ちさえあればもういいよね。でも全然いいと思う。でそれが絶対伝わるんで、でそれを欲しがるんで子供って、うん、絶対に、うん、でそれを欲しがってると大人になった時に心のバランスとかもうまく取れてると思うんで、うん、だからそこですよね。大人になった時にその心のバランスがうまく取れない人たちでよく言われてるのは愛情、親の愛情不足が多かったりとかっていうのは言われてますよね、うんうん、だから自分が今仕事で苦しいとか人間関係で苦しい、分かりましたと、でも子供にはそれは置いといて愛情を注いでやってください。そうすると絶対に大きな気になりますから、もうそこはね修行です。レッドさんレベル高いわいや5人のパパ言うことレベル高いわ。いやいや本当に俺もあの
子育てって修行だと思ってるん で、うんうん、で5人も子供が僕のところにやってきたということは、お前これだけ修行せよと、うん、12人来た、うん、久子もっと修行せよと、それまだ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 せしなきゃダメだよと、お前まだやれるぞっていうこと、そうそうそう、で人にどれだけのことを与えられるかと、うん、いうことをね、失敗も成功も、うん、っていうふうに僕はメッセージで受け止めてるんで、うんうん、はい、だからまっとうにね、迷惑を人にかけずに生きていってくれたらいいなと思うんですけれども、うん、でも迷惑は絶対にかけてしまうので、うん、それが人間やと思う、そう、だからその迷惑をかけることに対しての後フォローだけを考えて皆さんやったらいいと思います。絶対に迷惑かけるんで、迷惑をかけない子には絶対にならないっていうのは不可能だと思うんで、いや大人も、私めちゃくちゃ迷惑かけまくって生きてますよ、ね、いやそこなんです、美佐子さん、本当そうですよ、いやいや迷惑かけまくってもうほんまありがとうありがとう、ごめんなごめんなばっかりです、そう、だからやった後はごめんなっていう、ありがとうな、うん、謝罪の気持ちと、そうそう、それでいい、感謝の気持ちでいいのかなと、うん、完璧な人がいいもんね、いや、いないです、ね、僕見たことないですよ、そうです、あの僕もいろんな芸能人の方と会ってますけど、完璧な方なんかいないです、何をもって完璧やっていう、そう、そのイメージだけであって、うん、それは全然もう極端に言えば、うん、ああ心狭いなって人もいるし、あるあるあ意外と心広いなって人もいるし、うん、でもその心狭いのが別に不正解ではなくて、そう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 、心広いのが正解でもないんです、うん、実は、うん、それは自分らが作り上げているそのイメージ、うん、イメージというかその正解像であって、うん、自分がこれだと思うことに対して、うん、なんか一生懸命やれば、うん、そういう自分でええわって思えるのがね、完璧になろうとかここが足りひんだから自分はあかんそう思っとったら、子供もそういう気持ちね言っちゃうからね、多数派が正解じゃないんですよ、そうです、自分が少数派でもなんか信念持って私これでやります、うん、正解です、うん、結局はね、人は自分をそこまで助けてくれないです、うん、結局はそう自分です、うん、自分とパートナー、家族しか、ね、うん、そう自分とパートナーと家族、うん、これはやっぱり切っても切れないんで、うん、やっぱそこを大事にして感謝していったら、うん、どん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 こうなんかいいことが起こると思います、思うだけですよ、起こらなかったらごめんなさいねでもそうですよ、やっぱ家庭円満なお家ってやっぱ仕事もうまくいったりとか、うん、そう全部つながってると思うんですよ、そう、うん、だから僕ね今回ねここ取材させてもらって、お二人が笑顔じゃないですか、でやっぱその笑顔を見てる子供たちは絶対にインプットされてると思うんですよ、うん、心の中に脳の中に、うん、そうすると大人になった時に、あこうしていこうああしていこうっていうその選択肢というか道がやっぱりもう何本か出来上がってくると思うので、うんうんうん、でもそれがものすごいなんかいがみ合っているのをずっと見てると、うん、なんかその道が変にできてしまったりとかするんでしょうね、うんうん、すぐ切れやすくなったりとかっていうのもやっぱり関係してるやろね、うん、なんかその愛情の注ぎ方だと僕は思ってるんで、うんうんうん、いや分からないですよそれは、うん、正解は分からないんで、うん、レッドさんはそう考えて、ね、僕はもうそういうふうに考えてるんで、うん、愛情を注げば絶対にその子が大きな木になって、うん、その大きな木を見ることによって僕もなんか満たされる気持ちになるしっていう、うん、だから最終的に自分に返ってくるんで、うん、自分の行いですよ、そうですよね、久子さん違いますか、ほんまに私もそう思います、最終的に自分の行いをしっかりすれば、うん、そうそう、でもね、いいんじゃないかな、ママたちってね、やっぱ人間そんな強い人っていないじゃないですか、うん、そこですよ、でね、そのね、子供にじゃあ愛情、いやもちろんみんな愛情あるんですけどね、うん、でもやっぱ時には自分の気持ちがいっぱいいっぱいの時ってもう子供にも優しくできないんですよ、ちょっとしたことでもうなんなんってなるんですよ、で気持ちにゆとりがある時は子供が何かやらかしてもいいやいいよって言えるんですよ、そこのねゆとりといっぱいいっぱいっていうところの大きな要因になるのが旦那との関係なんですよ、確かに旦那さんに愛されてる感がない時ってもうねダメなんですよ、子供に向けてもね優しくできないんですよ、もう気持ちにゆとりがな、自分が愛されてないか ら、 だから自分が愛してほしいから、いろんな関係性の中でちゃんとこう愛情が分けられてる部分がないとダメだってことですよね、そうなんですよ、ってなった時にね
もちろん世の中の旦那さんみんなレッドさんもそうやってね、あの奥さんが外出てはる時に洗い物もしてあげて洗濯物もやってあげたよって、うん、ね、いやそれは感謝してるんですよ、うん、ママたちみんな、うん、私たちありがとうって思ってる心の中で、うんうん、でもねそれは嬉しいねんけど、それ以前に絶対これやってほしいっていうことが欠けてて、その洗い物してくれた洗濯してくれたあまり嬉しくないんですよ、うん、あ、え、じゃあ具体的に何をしてほしいですか旦那さんに。もうね、話を聞いてほしい。なんかうちのかみさんもそうですけど、石田さんもそうだと思うんですけど、よー話すよね女子って。しょうもない話って思います。やっぱりゴールがない話を永遠として。ゴールなんかない、ゴールなんかない、ゴールなんかない、ないよ。聞いてほしいだけやもん。あ、そうやなって共感してほしいだけで、ゴールとか解決とかいらないんですよ。ただ聞いてほしい、永遠と。いや僕ね、一番の苦手かもしれない。いや聞いてるんですよ、あのうちのママがとりあえず話す時に聞いてるんですけど、 1,2 分でやっぱちょっと飽きるんですよ。早いわ 1,2 分って早い早い。でちゃんとあれですか、話聞く時ってスマホとか置いてこうやって目見てうんうんって聞いてます？聞いてない。それ聞いてへんやん。ほんなら、いやママが話しかけた時に、いやいや話すよ、いやいや俺聞いてるからって言って違うことやってる。それダメなんで。聞いてる、なんか聞いてるって言われません？聞いてるよ、聞いてないやんって言われません？聞いてないって、いやまあ聞いてないって言ってもう話終わるんですけど、あ、それダメですね。そうです、それ反省です。そう、そこでこう、うん、話をちゃんと聞いてくれて私のこと受け止めてくれてんねやなってなったら、うん、少々旦那さんがなんかいろいろこう家事の協力とかね、育児協力とか少なくてワンオペやったり忙しかったりしてもね、はいはいはい、ちゃんと話聞いてくれて私の気持ちにちゃんと寄り添ってくれて私のことを認めてくれてるんやっていうのが基盤にあったらね、すごい心大きくなって何でも許せたりとか子供に対しても優しい気持ちで接することができるんですよ。でもとにかく話聞いてほしい。なるほどね、うん、あのスマホ置いて、食べてる手も置いて、野球見てるのも消して話聞いてる、聞いてほしい。永遠としょうもない話かもしれませんよ、男性から。でもこのチャンネルって奥さんが見てるんですよ結構の方が多い。でも夫婦で見てくださってる人もですよね。でもそういう旦那さんってやっぱ協力的だと思うんですよ。そうそうですね、両方できるね。で、あ、なるほどね、そうか、うん、その旦那さん側に対して発信するようなメッセージ。そうだ、うん、それね、でもね、レッドさんもそれ聞くの苦手やっておっしゃったんです、はい、もう男性ってみんな苦手やと思うんですよ。です、はい、うん、ですぐこう話切ってくるし、はい、そうです。で男性ってそういうもんやっていうのも女性側も脳が違うと思うんです。そうそうそう、そこ理解しひんかったらあかんと思うんです。いや本当に喋りますよね女子って。喋りますよ、どうでもいいこといくらでも出てくる。本当に喋りますよね。喋ります、うん、スーパー行って今日大根がいくらやってんけどな、あとこっちのスーパー行ったらな、150ちょっと50円高くてな、うわーって思ってなみたいな、そんなしょうもないこと言えへん。そうでしょ、喋るし、ほんでスーパー行ったら行ったで知り合いの奥さんとかと会ったら永遠と喋ってるでしょ。昨日も喋ってるのも今日も喋れるって意味が分かるんですよ。そうそうそう、そこの違いをねやっぱね、ちゃんとこうパパとママが理解し、なるほどね、分かります。あと僕一つ思うのは、やっぱ奥さんがやっぱちょっとヒステリックになってる時に、うん、冷静に見てちょっとなんか子供に対してのフォローを入れてあげたりとか、 うん、あとあまりにも子供寄りにやるとパパずるいみたいなことになるから、うん、その辺のさじ加減はやっぱ微調整をしてやっていかないと、うん、結構女性って特に娘に対しての怒り方が、うん、女と女になってしまうから、バチバチでしょ。腹立つんですわ娘って。でしょ、うん、そんな娘悪くないなと思う時でも、かみさんがすごいんですよ。わかるわかる。その時はさすがにちょっと今言い過ぎちゃうかっていうのをやんわりという、うん、沸点がすごい時にあまりにもあのそれ言ってしまうと、もう火に油、火に油掃除しまうんで、娘とママやったのになんかそれが火種がこっちに、そう、火種がこっちに火の粉がこっちに降りかかってくるんで、でも娘もちょっとフォローしてやらなきゃいけないし、はちょっと最近ありますね。やっぱ高校2年生の娘とかみさんとか、で娘が悪いですよ最初の初動は、まあね、やることやってない、うん、弁当箱出してないとか、うんうん、その洗濯物を畳んでないとか、うん、畳んだものをタンスに入れてないとか、タンスの引き出しが開きっぱなしだとか、はいはいはい、それに対して朝のちょっと機嫌悪い時にかみさんがポーンって言うんですよ、うんうんうん、
で、はい、分かった分かったって、分かったよなやろみたいなことになる。分かった分かったって、はよやりや。そうそうそう、もういつも分かった言ってやれへんやんか。そうそうそう、いつもになるぞ。この間もそうだみたいな、この間のことも出してきてとか。いや朝から朝からと思いながら、ね、そうって思いますね。いやまあでも悩みは尽きないですよ。そうでもね、そんなこういういろんな悩みを抱えさせていただいてるこの子だくさんっていうのにね、そうそう、もうそこに感謝して、修行ですね、もうありがたいと思ってこうやらせていただくという、そうです、そういう思いでいますね。で今回も本当にこの沖縄に来て久子さんとお会いして、なお一度は頑張らなきゃいけないなという、頑張らなきゃっていうのもちょっとおかしいですけど、楽しまないでね。そう楽しんで、そうそうですね、笑顔で楽しんで、なんか嫌なことがあっても笑ってれば、なんとかなんじゃないかなっていう思いで、そうですそうです、ほんまにもうね、あの笑顔でいるのが一番の人生の命題やと思いますよ。そうです、もう笑ったって、そうなんですよ、もう、ね、もうでも最後になりますけれども、本当そうですね、あと何日生きられるか分かんないじゃないですか。それをしかめっ面でずっといるのか、笑顔でいるのか、どっちを選ぶのかですよ。そうです、人生、そうです、だったら笑顔でいましょうよ。ほんまにそうですよ、ね、ね、もったいない、人生1回しかないのに。いや本当にそうなんですよ、うん、うん、いやでもいいっすね、ね、チャレンジしていきましょうよ、たった1回の人生ですよね。怖がってたらもう何にもできひん。ていうかこのチャンネルいいっすね。思いますか、こういうその悩みがいっぱい来るわけじゃないですか、うん、そう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 、そう、でも久子さんからしたら、いやその大したことないよと思うことでも深く思ってらっしゃる方もいるから、そう、その人が悩んでるんやったらそれはそれやからね。え、そうなんです。私がそんなことで悩むことかなって思ったとしても、その人は悩んでるわけだよね。悩みに重いとか軽いとかないんですよ。ああ、なるほどね、うん、そうなんですよね、それぞれやもん。でこっちのその価値観を言っても、うん、その価値観に向こうがならなければ解決しないですもんね、うん、そうそうそう、まあ、難しいですね。だから、あ、そこで悩むんやっていうのはあったりするけど、でもなんでそこまでそのことがしんどいんやろうっていうところで、私はあのそれを理解しようと考えますよね。やっぱね、はい、そのしょうもな、なんでって終わらせずに、その人にもやっぱ寄り添いたいから、 なんでそこでそこまで悩んじゃうんやろうなって、どういう感情かなっていうのをこう考えますよね。だからメンタルの部分で中途半端だとそうなると思うんですね、うん、もう覚悟だと思うんです、うん、最終的には幸せになる覚悟っていうのがあれば、うんうん、絶対に笑顔でいられると思うんです、うん、もう覚悟なんですよ、うん、もう全て覚悟だと思うんで、うん、そういう中途半端な気持ちよりもなるんだっていう風な思いで幸せにするんだ、そうです、家族円満にするんだ、うん、でも人のせいにしたらあかんね、自分が作っていくもんね、幸せね。いや、久子さん、もう話長くなりますよ、またはい、どうぞ。いや、あのもう本当にあの人のせいはダメ、人の悪口はダメ、ほんまに絶対に、うん、そこはやっぱりそうですね、もうやめた方がいいですね、うん、気に入らない人が周りにいるってなっても、うん、そこに対して別にその悪口を言うとかではなくて、意見を言うのはいいんですよ、うん、いやそれ今の違うよと、うん、それはね価値観の、それはもう価値観の違いで、そこで戦うのは全然ありです、うん、で戦うことで嫌な気分にならないようにしなきゃいけないと思うんですけど、そこも難しいですけどね、そこ強くならないとダメなんですけど、うん、でも家族がいると、家族が味方だと思うと、うん、なんとなく頑張れると思うんですよね、うん、そうそうそう、もうそこですよ、僕が思うのはね、うん、悪口とか人のせいにはしちゃいけない、結局自己責任です、うん、そうです、自分で幸せ、自分のこの背景の中から幸せのこんなちっちゃいのいっぱいいっぱいこう拾ってきてね、集めてきたら大きい幸せになるんですよ。いや、そうなんです、で今日朝ごはん美味しかったわ、でも幸せじゃないですか、めっちゃそう、笑顔になるじゃないですか、めっちゃそうなんですよね。今日もうあのホテルでサバが出たんですけど、うん、美味しかった、美味しかったんですよ、あ、幸せですね、めっちゃ幸せなんですよ、うんね、でその横にヨーグルトがあったんですよ、うん、美味しかったんですよ、美味しかった、良かったね、すごいんですよ、うんうん、でちょうどこうなんか海が見えるね、うん、朝日がこう昇ってきてるところ で、ね、めっちゃ良かったんです、うん、あ、今日一日これ幸せになれるなと思ったんですけれども、うん、まあまあまあ、そういうちっちゃな幸せの積み重ねだと僕は思うんですけどね。そうですよ、今日よう寝れたなとか、あったかい布団で気持ちよかったわ、でも幸せやし、もうほんまこんなちっちゃいことなんですよ。そう、その当たり前のことを幸せに思える感覚、そう、それが大事なのかなと、ね、そう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 、幸せボケしとったらあかんねん、そう、幸せすぎてもっと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 足りひん足りひんってなりますよね。でも広い世界に目向けたら、みんなもう日本人なんてもうこんな幸せなことあらへんじゃないですか。いやだと思います、もう
だからそう考えたらもう不平不満を言う前にね、うん、ありがとう、もう感謝です、もう本当です、横と比べちゃダメです、そうです、ね、隣にの旦那さんが年収1000万だったらあんま考えない、考えない、考えない、全然大丈夫、大丈夫です、もうそ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 う、そう、笑顔、でも隣人の旦那さんが年収2000万あったとしてもしかめっ面、うん、自分の旦那が350万しかない、うん、でもいつも笑顔、どっちが幸せなのか、ね、どっちが幸せなのか、そう、本当に、いや一番いいのは2000万あって笑顔最高なんです、それが最高、最高なんです、それが最高なんですけど、はい、でもどっちがいいのかってなるとやっぱり笑顔がもうある過程というかそっちの方が幸せで、最終的には、ね、そっち目指しましょうよ、そうです、ね、そしたらもうママが笑顔で旦那さんも笑顔、パパも笑顔でいたら子供たちも笑顔になって、で家族が幸せになれば周りの人たちも笑顔になるでしょ、 そう、でそこの社会につながっていく人たちみんな笑顔になって、地域が笑顔になって、最終的に日本全体が笑顔になって、でもう日本の国が良くなっていく、いやだと思います、もう結局は根底は笑顔なんですよね、で最終的にはそうやって笑顔になってたら知らないうちになんか潤ってきますよね、そうです、意外とあれ財布見たらお札が増えてる、そう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 、全部がいい方向に回ってくるんですよ、回ってくると思うんで、うん、うん、とりあえず笑っといたら、そうとりあえずね口角上げといた方がいいです、そうです、そうです、とりあえずと言ってあげてね、はい、いや結構回しますけど、喋り出したら止まりませんね、いやそうです ね、本当はもっといっぱい喋りたいんですけども、ね、ちょっとテーマがブレるんでねお前あっち行ったりこっち行ったりしましたけれども、いやでも本当にいや楽しかったですよ、いやこのチャンネルすごいですね、いやいやもうありがとうございます、いやいやもう本当にお母さんの応援のこうチャンネルなんで、今後もあの応援してますんで、いやもうありがとうございます、いやいや、でもねこの場を借りてね、このね家族のためにママのために子供たちのために、うん、レッドさんこうやって毎日しっかり仕事してくださって、はい、ありがとう、あいやいやもう今日はこういう場を設けていただいて、ちさ子さんありがとう、うんありがとうめっちゃ言わしてるけどいやでもいいんですよ、はいといったわけでね、まあでもあのこの模様は所さんの学校では教えてくれないです、このところテレビ東京系列ですね、はいはい、その番組の中であの一部紹介してますんで、はい、ぜひともご覧ください、はい、はい、じゃあ今日はレッドさん遠いところありがとうございました、いやありがとう、どんどんどんワシントンどうもありがとうございました、はい12人目を産んじゃいました助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう、はい笑顔、うちも5人目産んじゃいました笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで、適当でええ。